どういうことですか、どういう状況ですか。あ、アルマくんもうずっとこねてる。梅ゲンさん関係ないわ。ギロゲンさん人外じゃないですか。あら、なんかジェンさん。あ、僕シェリフです。あ、本当ですか。じゃあ行きますかね。はい、はい、お願いします。インポスター、よろしくお願いします。インポスターです。ガチやん。まず、オーライスナイス、ナイス。はい、なんかこの試合始まる高田さんが多分ボタンを押した直後、奈々子さんなんかバリ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 、何してたの？めっちゃ音してた。なんか飽きてんのかなって思って。何してたの？ポケかけてるの？ポケ。いや急に完全に対抗ですね。開けてません。あれ？ローラーで大丈夫ですか？全然ローラーでもいいぐらいです。ここ食い違ってます話が。めっちゃ怒ってる。絶対違います。ペットボトル潰してたと思います。いやゴミだね。タスク、おお、早っ、はい、今日序盤の情報なので意味があるかどうかわかんないですけど、脇は多分エンジンですね。見ました、梅剣。はいはい、いや脇宿舎じゃない、宿舎からエンジンの方行ってるはず。あ、そうなんだ。梅剣さんは、梅剣がエンジン脇で武器庫の、武器庫のダウンロードを終えて上のタスクしまうときに武器庫に藤宮くんが入ってきました。おお、あ、じゃあその辺と。それ以降は見ていません。じゃあ、アルナナが絶対無理です。はい、あの、7個中の、あ、絶対無理です。まあ、高田さんも、どう、高田さん無理だと、高ピカもエレキに置いてってるんで、僕。あ、ごめんなさい。私、最後、展望まで行って、展望で、金太郎さんが停電直してるところを確認してます。で、うん、直したらちなみに僕じゃないですね。僕です。OK です。ハイレマ開いたら直ってた。ネロちゃんどこで直したんですか？店舗まで行けるの？チョコ右。チョコ右。で、私目線だと、ちょっと停電最中にセキュリティとか抜けちゃってるんで、確定ではないんですけど、できなさそうからって気がします。あの、藤宮さんとニアミスしてない限り。ただね、あ、キッチンセキュカーのドア閉まってたからね、仮に下ルートだったら、こう来てないんじゃないかなって気がする。ほう。アルナナは、最後の2秒ぐらいだけ見合ってないですけど、2、3秒だけメインの除染で、いたんで絶対無理って感じです。あ、ごめんなさい、どうぞ。あ、現ボタンなんですが、メイヤさんと食後期左ぐらいまでご一緒した記号があるんですけど、はしご登った以降見失ったんですけど、僕降りて右ぬんのってメイヤちゃんが最後に降りたんだ。直してるのを視認してます、はい、じゃあ大丈夫ですよ。メイヤさんもオッケーです。おまおじさんは、俺最初コックピットからコミの廊下に出たぐらいですね、うん、最後。めっちゃ怪しい。あ、慎太郎さん開いたら治ったんでしたっけ？はい。私目線だと 2,3 秒ずっと慎太郎さんが配電盤前に待機してるように見えてるから、なんか言ってることがずれてんなっていう気はちょっとしてます。あ、その開いたら治ったんで、その多分ネロちゃんが上げてる途中だったから、僕が押した場合勝ち合うかなと思ってそれを眺めてました。あれ？なるほど。俺が怪しい理由ってない、なんやろ、無権さん視点で。あ、いや、まあピカさんと慎太郎さんがそこまで行ってて、まあ、キッチン武器庫、うん、あ、キッチン展望とかいないなら、まあ上抜けてると近いのがやっぱお前さんらへんなるんで。上に抜けてる、あ、藤宮くんがってこと。そう、武器庫で見てるんで僕は。武器庫から普通に下ってたっていうふうに考えないんだ。そしたらまあ慎太郎さんとピカさんから、まあね、うん、ね、うん。そうだね。うん。まあ太郎、ピカ太郎。ないのかな。あ、まあ怪しいし、
検査がそんなに弾けるわけではない。どういうことですか、どういう状況ですか。アルマ君、はい、アルマ君、アサリシ君のとこ誰かいた。いや、てかこっちにおまおじさんが走ってきたけど。あー、やっぱそうだ。説明してよ。僕が、バイタルで3秒前にデッドがついたのを見たんですよ、高田さんが。ちょうど死んだ瞬間を見てます。で、その時、奈々子さんが横にいたんで、奈々子さん絶対無理。で、3秒前に死んだから、うん、死体探しに行こうと思ってエレキに入ったら、おまおじさんが走ってきて、その上に死体があって、その上にウメケンさんがいて、左にゲンさんがいた。あ、分からんけど、じゃあローラーでいい。昨日のカオスだった、マジで。昨日の発言でも結構違和感はあった、ウメケンさん自身は。そもそもやけど、藤宮くんの死人がめっちゃ序盤にしかないのに、点で上にいてる俺にしか疑いをかけてなかったから、もうこれ全然ローラーでいいわ。俺はもうローラーディ、ここ。え、ごめん、俺も全く同じものを中野くんで見てるんだけれども、梅県視点ではどうなっていたんですか。梅県視点、エレキの下の方で高田さんとカチカチやってて、で、高田さんが先に上行って、僕がその後上に行ったら死んでたんで、絶対近くに犯人いると思って、うん、バイタルの方チラッと見に行こうとしたら、アルマくんが来てるのが分かったんで、こっちに来るインポスターはいるはずがないので、あ、じゃあもう近くにいないんだと思ってレポートを したって感じですね。まあそのわちゃわちゃしてる中で、ゲンさんだけはまあ無理かなと。あ、ゲン左から走ってきたように見えたから、うんうん、3秒前に死んだのを見ているので、一応、直前私メインでメアさんをシャワーに見送る形でエレキに降りて終わりです。絶対無理です、ね、で近くで犯人を探して、バイタルの方に行ったならアルマ君たちが見てると思うし、アスタリスクだけ見えてなく、アルマ君が最後アスタリスクのところに行くのが見えたんで、アルマ君にそこに犯人隠れてたっていうふうに聞きました、僕は。アルマさんなら客観的な情報が出てる。視点から高田さんも梅健さんも見えてないので、うん、皆さんの証言も総合した上でっていう形で、僕梅健さん現時点すいません、どっちか分かんないですけど、アルマさん視点どうですか。おまおじさんと梅健さん切ったの見てないんですよね。見てない。じゃあおまおじさんが人外だと思いますよ。背中側に、うんうん、3秒前に死んだのを見ていて、僕らが動き出したタイミングで、動き出していってちょっと左に行ったタイミングでバイタルに入ってくるおまおじさんだったんで、背中側、まあ背中側に抱えてるから絶対に見えないんだけど、どうあがいたって。ローラーは完成してください、絶対に。俺が生き残るからな。これで、大丈夫で、これで釣られて、俺、これマッド否定できるから、これで。俺、クルーやから。しぶといぞ。ローラーできるはず、職者伸びるはず、絶対にローラーしてください。どういうことお前どういうこともうずっとごねてる、メケンさん。関係ない、お前、議論。おもろすぎだろ。オーマイガー。じゃあ、はい、うん、そうだと思う。いや、ローラーでもいいと思うんだけど、エレクトリカルの構造って896バイタルっていうルートしかないんですよ、うん、で多分死体って9ぐらいにあったのかな、中野くん。8、9の間です、ね。8、9の間くらいですね。9の間ぐらいだよね。アルマさんってこのゲームで停電とか直したりしました？直してないですね。なんか中野くんのマットは俺も同じものを見ているから。あ、そうですね。まあ一緒に死んだタイミングは見てるから。ただまあ初日もここ2人があれだったからぐらい。うん、あ、ラインか。うん、かなとは思いますけど。まあ任せます。実際はほぼおまおじさんかな、うん、91くらいでおまおじさんかなって。まあ一旦スキップでいいかなと思います。まあ足して、あ、でもそうか、僕が人外だった場合ってまあある梅で釣りに行ってる可能性もあるっちゃあるのか。足して奈々子さん目線ってどういうふうに見えてるか、もう一回聞いていいですか。 OK、まず3秒前に死がついたのは見た、それは間違いなく、うん、で死体探しに行かなきゃと思ってエレキ入ろうと思ったら、6からこうバイタルの中入ってきてるおまおじがとすれ違っている、うん、で俺も6入ったぐらいの時にレポートが光って、でそこら辺に多分梅健さんと中野くんがいたような状態ってことだよね、うんうん、
なので俺も視点でもうおまおじは死体をスルーしてこっちに来てるってなってるから、よし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 、あのほぼ隠れおまおじ陣外で問題ないとは思ってる。梅健さんが目の前で切ってるのを見たっていう主張だったらまだわかるんですけど、その通り。ちなみに現時点では、私789って移動してるんですけど、9番でアルーメと、お肉になった高田さん、うん、ギリ見えたぐらいなもので、はい、その後ろに七尾間がいました。七尾間がいた。だからもうアルマさんとかメテさんの情報元にしか精査できなくて、もうでもアルウメ七の三人外がないんだったらもう止めていいかなって個人的に。アルナナはお互いインポスターではないことは絶対言える。あ、そのまあ1級ずつしか入ってないあれですけど、うん、両方ともキルには関わってないっていうことだけは言えるので、僕、スキップします。よし、ありがとうみんな。シェルフなんですけど、スキップします。いいっすかいいっすか、はい。ゲンさん人外じゃないですか。なんで、あら、なんかジェンさん、なんで怖いんですよね。なんか初手のあの金庫で、まあまあちょっと後で話しますわ。もうそれ言うたら私も慎太郎さん怖いよ。ゲンさんがマジで怖いのよ。じゃあ奈々子さんも怖い。俺怖くないよ。ジェンさん。やっぱジェンさんって呼ばれるのマジおもろいよな。ゲンさんがジェンさんって呼ばれてるの好きなんだよな。おお、あら、はい、メインからエレキに降りたところで死んでました。神様が絶対無理地点で。メインからエレキに降りたところだったらピカさんも無理かな。アルマさん現見えてますよね。え、どこですか。え、見えてない。私今もうまさしく目の前にいます。8番です。あ、ごめんなさい、見えてないです。まあでもレポート連打しながら歩いてたんで。あ、神様が無理な理由としてはミーティングに2人でいて、神様は先に降りたんですけど、ドアで突っかかっているのを僕が追い越して、うん、でメインエレキって言って発見なんで、審査は絶対無理です。5秒以内ぐらいのキルだと思ってください。私上げ上げタスクやって戻ったらレポートが光って、奥に犯人いるんじゃねえと思って探しに行こうとしてアルマさんが先に見つけたって感じです。メイピカが無理。あ、証拠機右で多分ピカさんが手で直してくれてるのかな。はい、でネロちゃんシェリフ、この後上行って、ナナコさんが無理です。じゃあアルゲンしかない。僕ら、僕とナナコさんって石油ら辺にずっといたんですけど、うん、そこに抜けてきた人物ほぼいないと思うので、おそらくいないね。5秒以内、あ、ごめんなさい、どうぞ。アップロードしてるときに抜けられてたらってことあると思うけど、5秒以内だったらないっていうふうに言えるから。そうだよね、5秒以内だったら多分名屋さんもできないと思う。うん、ゲンさんやったでしょ。ゲンさん。ゲンさん、おかしかったんだよ。じゃあいいですか。まあせっかくなんで、ちょっと私にもうたまにはちょっと時間くださいよ。はいはい。なんだなんだ。麺屋さんがじゃあ私を疑った理由をお願いします。金庫室で、はい、はいはい、一緒に入ったじゃないですか。はいはい、で扉が速攻閉まったんですよ。うん、でそのタイミングで、これで俺配信でしたんですけど、これでゲンさんがダウンロード行ったら扉を開けたくない人外だなって話をしたら、ゲンさんがダウンロードの方行ったんですよ、うん、で、扉を俺それ終わった後そこ開けて、右側の扉開けたらもうゲンさんが来てたから、ダウンロードの時間がめちゃくちゃ短く感じるし、うん、っていうのと、あとコミュニケーションからエンジンメインまでめちゃくちゃ追っかけてくる感じがめちゃくちゃ怖かったっていう感じ。あれは殺す気そもそもなかったですけど、本当ですか。怖かったね。俺視点はね。あ、ちなみにシェリフ誰でしたっけ。はい、ネロちゃんかな。あ、僕シェリフです。あ、本当ですか。はい、太郎さんもシェリフ。あ、僕もシェリフです。あ、お友達か。一応確認だけしとこうと思ってお願いします。ました。え、確認なんですけど、慎太郎さんシェリフ。あ、はい、そうです。あ、了解です。はい。よかった、2人になったら安心だ。いや、怖い、うん、今回怖かったな、マジで。てか追っかけただけなのに。めっちゃ怖かったよ。殺す気ないっすよ。なんか自分が言ってるその人外像にもぴったり当てはまって、ついあの行動をその通りしてくるから、マジで怖かった。ああ、面白かった。ああ、面白い。多いわ。平均たまり、あれやばいな。最大5人いたやん。地面とかだったな、あれ。
上にも下にも左にも右にもおったぞ。どうなってんねん。普通のクソキルやだ。着いた時誰がインポスターか分かんなかった最初。なんでこんなに下に回る人いるの。おい、おまけでちゃんと相方までおった。むしろメイヤさんが白をもらえるかなとすら思ったのに。初手は初手はできない。ずっとセットだったから。初手はできないんですけど、それまでのその考えとゲンさんの行動がもうぴったり当てはまりすぎて、なるほども短く感じるし、いやあのこれゲンさんキルはしないけど絶対鬼だと思うわと思って。ビビりながら走ってました。めっちゃサムネ映えするぞ、意味わかんなかった。意味わかんない。死んだ後見てても意味わかんなかった。なやこれ。エレキのキルもゲンさんがやったのかと思ったもん。聞いたって。たまたま地方からあんな重なることある。たまたまで。ていうか、タイミング良すぎるのよ。お前さんバイトル入った後帰ってきてたし。帰ってくるインポスターもいるんですよ。よかったな、帰ってくるインポスターもいる。100%人がいるし。